関羽という子はやはり嘘をつくのが下手じゃな。わらわのおしゃべりのコツをちっとも吸収しておらぬとは残念じゃぞ。めったにない機会じゃ。龍雲、少しくつろいだらどうじゃね。お茶を入れるからちょっと話でもしようじゃないか。うむ、わらわもやぶさかではない。今度そのフォンテーヌ人の方に会ったら、ばあやの気持ちも伝えてくれるかい？任せろ、ティンばあや。ありがとうね、ばあやの話をいろいろ聞いてくれて。あの旋律についてはいつかばあやの準備が整ったら言ってあげよう。やった、楽しみに待ってるぞ。金の音が再び奏でられれば、彼女もまた竜エコーに舞う無数の砂塵のように、地上や空から近頃の繁栄ぶりを見て、どこかでこっそりとほくそ笑むやもしれんの。じゃあ早速この情報をドブルザークおじさんに伝えてやろうぜ。こんにちは。そっちは順調だった？順調順調、絶好調だぜ。おじさんが探してた人もオイラたち見つけられたぜ。ほ、本当か？私の先祖が聞いた旋律は、仙人が旧友を偲ぶために奏でたものだったのか。だからこそそれほどまでに美しく人を引きつけたのだろうな。お、おじさんからの第一の感想はやっぱり特別感があるな。こういうのが音楽家が持つべき思考なのか。しかしやはり信じがたい。かつての仙女がすでにバーヤになっているとは。ひひ、それならオイラから説明してやるぞ。リーユへの仙人ってのはな、基本的に老いることはないらしいぜ。だから歌人老逸神君、つまりオイラたちのよく知ってるティンバーヤは自分で年を取ることを選んだんだと思うぞ。ティンバーヤは教養があるし、物事の本質を見通せる。たとえ彼女がどんな外見や身分を選んだとしても、その澄み切った心が変わることはないわ。国政の方がオイラより言葉選びが上手だな。ひひ、オイラも同じことが言いたかったんだぞ。ちゃんと、ああ、直接会ってお礼を言わないと。だが音楽祭が終わってからにしよう。今感じているこの気持ちと最高のコンディション、全てをこのショーに捧げたい。あ、そうだ、ティンバーヤから音楽祭が大成功しますように。だってさ、あいつはいつもの場所で遠くからだけど、このステージを最後まで聞いてくれてると思うぞ。本当か？はあ、いけない、緊張してきた。ああ、ダメだ、リハーサルをもう一回やっておきたい。皆さん先に失礼する。この前あいつ、人にとっての音楽の意義を聞いてきてたよな。今回の件でこれも多少は収穫ありってところか。
新しい感想があるならぜひ聞かせて。音楽はいいことのために使われるけど、それを使って悪事を働くこともできるんだってオイラたち気づいたんだ。音楽を聴くとみんなは楽しくなったり感動したり、時には悲しんだり懐かしくなったり。音楽は人々の心の中にある記憶で、時空を超えて思い出をつないでくれるってどこかな。君たちもいろいろあったみたいね。構わないわ、後でカウンが全部教えてくれるはずだから。黒星はまだやることがあるのか？ええ、でも後片付けが少し残ってるだけで大変な仕事ではないわ。みんなが喜んでくれるならどんな努力も報われるもの。ええ、怪盗祭を祝して。ふぅ、これで全部片付いたな。おや、待てよ、何か忘れてる気がするぞ。なんだっけ、初めから思い出してみるぞ。ああ、あのこうなんとかのタケノコだ。勝利は急がなくていいって言ってたし、まだ間に合うはずだよな。間に合わなくてもオイラたちのせいじゃないぞ。自分で取りに行かないあいつのせいだからな。まあいいか、そんなことより往生堂に向かおうぜ。ダンダンダダ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 ダン。よし、そこまで。あれあれ、珍しいお客さんだね。同種の私と遊びたくて来たのかな。お前たちどうして真っ昼間に往生堂の前で。ヒップ、我が友よ。しばらく見ないと思ったら、あの度胸はどうしちゃったの。ここは山を背に水辺があって、空いてる空間も広い。その上、見えない観客たちが見に来てくれてるから、練習にはぴったりなんだよ。見えない観客。ここ数日付き合ってきて、あたいはやっと風同士の喋り方に慣れてきたぜ。初めの頃は新栄さんもかなりびっくりしてたでしょ。巨大なカエルを見たみたいに。よせよ、痛いところをつかないでくれ。どうしたの、そんな困ったような顔しちゃって。しょうがない、思いやりにあふれたこの私が説明してあげるよ。芸術の才を集めしイリデッセンスツアー、路地裏に潜む詩人の私がこのチャンスをみすみす見逃すわけにはいかぬ。私が詩を書き、新縁が指針を決め、恩先生は繊細な細胞を作り込む。この開幕を直家から最もビッグな霊下に。なかなかいい韻を踏んでていいんじゃないかって違う。なんでオイラまで踏まなきゃいけないんだよ。でもこんなことして何か安全面のリスクとかはないのか。それについては心配無用だぜ。あたいには舞台の経験があるから、使おうとしてるものの火力についても幽閉に事前報告済みだ。信玄がそう言うならまあいいけど。彼はね、素敵な美食の箱を持って山登りに行ったよ。給油を見に行くんだってね。勝利先生ならここにはいませんよ。少々残念ですが、あの方はかなりの玄人観客ですし、新縁さんの公演を
心から楽しんでくださっていますから。おう、最初にここで歌うように誘ってくれたのも彼なんだぜ。でもまさか本当にここで練習できる日が来るとはな。言ったでしょ、私の往生堂はいい場所だよ。皆さんもっといらしてくださいな。毎回新しい発見ができるはずだよ。それは認めます。フータオさんはいつも新鮮な嬉しい驚きをもたらしてくれますから。それにショッキングな驚きもな。そういえば深淵さん、あなたの歌詞について少し考えがあるのですが、聞いてくださいますか？おう、もちろんいいよ。うん、そうだ、旅人パイモン、その山は五郎山って言うんだ。間違えないでよ。勝利さんを見かけたらこう伝えてくれる？うん、そうだな、今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよねって。あなたたちも一緒に来てね。この私が用意した宴会なんだから面白さ満載に決まってる。さて、休憩はそろそろいいかしら。皆さん、最初からもう一回やり直してみましょう。うん、先生は厳しいね。お茶を飲む暇さえ与えてくれないなんて。興味津々で私の手伝いが必要だって言ってくれたのはどこのどなたですか？そこでのんびりお茶を飲み終わるのを待っていたら空が暗くなっちゃいますよ。この公演が終わったらあたいがみんなに夜食をおごるぜ。フータオは何を食べたい？今日はね、豚肉の油炒めとカニ味噌豆腐が食べたい。夜食にカニ味噌豆腐か。大丈夫だよ、頼れるシャンリンシェフがいるんだもん。あれれ、食欲が湧いたら元気も湧いてきちゃった。早速練習しよう。顔だ。リーウェイ港から来たのだな。街の様子は最近どうだ？バッチリだぜ。気になるんだったら自分で確かめに行ったらどうだ？昨月は最近よく天候山を散歩しているんだ。おそらくリーウェイ港の様子もとっくにその目で見てきただろう。勝利、やっとちょうどいい時に来たな。本格的なエンデューシェンはとろ火で煮込む必要があるが、こういう風に仙人の仕掛けの術によって促成を促せばある意味近道ができる。その装置ってまさか。龍雲のからくり調理人機だ。貸してもらった。もう煮込み機って呼んだらいいんじゃ。やっぱり何でもないぞ。装置には制作者の気持ちが込められてるかもしれないって考えると、やっぱり勝手に名前を変えるのは良くないよな。また見聞を深めてきたのか。それはいいことだ。昔話を追憶するのはいいが、過度に悲しむ必要はない。世間を渡り歩くこと自体がそもそもある種の経験の蓄積なのだからな。エンデューシェンが出来上がったら一緒に食べてみてくれ。そうだ勝利、フータオから伝言を預かってるぞ。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよね。だってさ、応援って
のことだよな。宴会にはオイラたちも誘われたけど、まだ詳細はわからないんだ。あいつが何か企んでるってことだけはわかるけどな。ああ、俺はここでこの二人としばらく時間を潰すつもりだから、俺の代わりに祝福の言葉を伝えておいてくれ。宴会の方は、同主がそうおっしゃるならば、滑稽であるこの俺が断るわけにはいかないな。じゃあまた宴会でな。ああ、約束する。帝君、イエンドゥシェンが出来上がったぞ。ああ、すぐ行く。鮮やかな色と香ばしい匂い、うん、この料理装置の技術もなかなかのものだ。わざわざここまで足を運んでくれたのに、無駄足にさせるわけにもいかない。些細な料理だが、包むから持っていくといい。熱いうちに食べるのがいいぞ。俺はもう少し旧友と世間話をするつもりだ。旅人はまだやることが残っているんだろう。開演に間に合うよう、早めにリーウェコへ戻るといい。龍雲がこんないいものを持っていると知っていれば、もっと早く貸してもらうべきだった。我らは仕掛けの術にあまり興味がない上、食すものにこだわりがないのだから、借りてきてもただの置物となり果てるだけだろう。そうとは限らぬぞ。我に少しでも料理の腕があれば、神格が我について修行していた頃も花や草ばかりを食べさせずに済んだはずだ。ならば一つ、後で龍雲からこのようなからくり調理神器を貸してもらうとしようか。いいだろう。イリデセンスツアーのステージに出られて、あたいすっごく光栄だぜ。それじゃあ、ウタオとあたいの舞台、耳を澄まして楽しんでってくれ。その名も、トーシカリン。明日のご予定は？今年のねぎらいに素敵で簡単な食事会でもどう？もちろん私のおごりで。天智園様のおごりか、存分に楽しまないとな。
来年も良い年であるように。きっとそうなる。師匠、小刀我は小刀ごとき師匠が今から新天道地かつ空前絶後のを作ってやるわ。それをもってリーウェ校に行って人々に見せつけてやるといい。